日本宮城県仙台市青葉区、吉成日本宮城県仙台市青葉区、中山吉成、芋沢あざ吉成山、芋沢あざ、吉成あずま、吉成大、吉成南、吉成南、吉成吉成は、宮城県仙台市青葉区の一部で、かつて存在した宮城郡にも沢村北東部に位置する、行政区名で、後継の自治体も使用してきた、地区名。競技では、 同地区内の県道線大北環状線沿いにあって、地名に、吉成が含まれる。中山吉成、芋沢あざ吉成山、芋沢あざ、吉成あずま、吉成大、吉成、南吉成をまとめて指す名称。最強義では、伊勢吉成団地にあたる、吉成のみを指す。以下は、吉成地区に含まれる町名である。境の目安となる道路や、地形も吹きした。 これらの町名の正確な範囲については、仙台市宅地造成履歴等情報マップ等を参照。なお、障子の横高山は、国道457号を挟んで東西両側に、あるが、面積的に狭い東側のみ吉成地区に含まれ、面積的に広い西側は別の地区に含まれる。山東三角点、横高山も国道457号より西側に、ある。 吉成地区は陸前給料の一部である七北田給料場にある横高山、黒森山、権ン森山の小技は国道457号と東北自動車道とに挟まれ山林でほとんどが占められる東北道の東側にその他の小技及び住居表示実施エリア等が広がりベッドタウン機能を中心とした市街地になっている国見山登録が国見が丘で 東北道と国見山の間の標高を200メートル前後に、吉成と名のつく住宅地他が広がっている。この競技の吉成を仙台市都心部から直線距離で北西5キロメートル前後を古城に通る都市計画道路八乙女折立線が縦断しており、北側に隣接する町名の大技として残るかつての芋沢村は、広瀬川を境にその北岸に広がり、 西側の大倉村とは、広瀬川の支流、大倉川とさらにその支流の与党沢とでお,おむね、分けられていた。芋、沢村の南東側は佐藤六村、東側は荒牧村、北側は実沢村で囲まれていたが、河川を用いた境界ではなかった。この芋沢村は、南西側が愛子盆地を形成した名取川水系の流域であり、同水系の広瀬川の支流、 芋沢川沿いの平地に村の中心があった。一方、北東側は七北田川水系の流域であり、塩沢川や吉聖沢、あるいは梅田川の上流部にあたる。吉成地区はそのほとんどが七北田川水系の流域である。同地区の北辺を、かつての中山街道が東西に通り、同街道沿いの集落や仙台川の起点である北山地区との関わりが深い。 そのため、かつて当地で産出された新炭は北山に運ばれ、また当地の児童たちは昭和初期には七北田小学校荒牧文庫に委託中学していたと言われる。ここに双葉総合開発が手掛けた広大な住宅団地である中山に隣接して中山吉成が造成され、当地の市街化が始まった。続いて、 レンガ業者だった伊勢産業が、吉成山にあるレンガ用塞土地を転用して、伊勢吉成団地を造成した。一方、南吉成の南部は、名取川水系の流域である。現在の南吉成七丁目にあたり、かつ、吉成地区のかつての中心だった、芋沢あざ、大石家原には、芋沢街道が東西に通り、道街道の仙台側の起点である八幡町との関わりが深い。 そのため、かつて道海道沿いで産出された農産物や新炭は、八幡町に運ばれた。また、大石家元周辺の児童はかつて、仙台市立八幡小学校に委託通学していたと、される。山2017年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。国見が丘6丁目、東北福祉大学仙壇ホスピタル国見が丘7丁目、 東北福祉大学野球場芋沢あ林在院、臨在院弁天堂東北福祉大学野球場があるため、東北福祉大学公式野球部所属の学生が当地に住み、仙台六大学野球連盟所属の大学出身のプロ野球選手たちも同球場で多くの試合を経験している。また、東北福祉大学ゴルフ部や東北高校ゴルフ部が宮城ゴルフガーデンで練習をしており、 両校から多数のプロゴルファーが輩出されている。ありがとうございます。